栄えある第1位は総獲得票数289万6171票、2022年サンリオキャラクター大賞。まずは10位から4位までの発表です。それでは発表させていただきます。第10位タキシードサム、総獲得票数90万3566票。ハピダン V としても活躍中、着実に人気を集めているわがままボディです。タキシードサム、おめでとうございます。おめでとうございます。かわいい、かわいい、ぴょんぴょんしてる、ぴょんぴょん、おめでとうございます。はい、それでは第9位コギミュン、総獲得票数93万1628票、昨年からワンランクアップです。この1年は YouTube のチャンネルで歌ってみたをたくさん投稿したり頑張りました。コギミュン、おめでとうございます。おめでとうございます。おー、かわいい。おめでとう。それでは第8位ハンギョドン、総獲得票数99万6854票。昨年から一気に5ランクアップ、サンリオショップでの票も多かったそうです。ハンギョドン、おめでとうございます。おめでとうございます。第7位リトルツインスターズ、総獲得票数102万516票、中間発表では9位でした。見事7位にランクイン、リトルツインスターズ、おめでとうございます。おめでとうございます。かわいい。それでは第6位ハローキティ、おーキティちゃん、総獲得票数147万1242票。すごい。 SDGs でも大活躍のキティちゃん、サンリオを代表するハローキティちゃんです、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。かわいい。おめでとうございます。それでは第5位マイメロディ、総獲得票数170万858票。ふんわりボイスで癒される方が多いですよね、うん、この会場のご案内もマイメロディが担当。マイメロディ、おめでとうございます。おめでとうございます。かわいい。それでは第4位ポチャッコ、総獲得票数194万7297票。昨年は146万8247票で第3位でした。ハピダン V として今年もお料理したりと大活躍、ポチャッコ、おめでとうございます。おめでとうございます。すごい歓声がねえ。はい、ありがとうございます。以上が4位までの発表でした。イコールラブの皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ドキドキしましたね。会場の皆さんからのどよめきもすごかったですが、すごい、去年と順位が変わっていますね。ハンギョドンはなんと5つも去年から順位を上げました。すごい、おめでとう。まあ、みんなもおめでとうって言ってくれてるね。みんなに応援してもらえてよかったね。みんなおめでとう。おめでとう。みんないっぱいいっぱい頑張りました。さまざまなイベントもありました。ファンの皆さんによるこのサンリオキャラクター大賞、いよいよトップ3の発表です。さあ、それでは第3位2022年サンリオキャラクター大賞第3位は、総獲得票数195万4948票、クロミ。クロミちゃん、おめでとう。昨年から2ランクアップ、去年から世界クロミ化計画がスタート、今年は海外でも多くの票を獲得しました。
ということで、クロミちゃんからコメントをいただきましょう。3位になった感想はいかがですか？あたいを信じて応援してくれたクロミーズたち、サンキュー。ま、最強なこのクロミ様なら当然の結果だけどね。さすがクロミちゃん、かっこいい。でもクロミちゃん本当におめでとう。おめでとうございます。これからも世界クロミ化計画頑張ろうね。さあ残すは1位と2位ですね。ポムポムプリンとシナモロール、どちらが1位に輝くのか、ついにその瞬間がやってきました。栄えある第1位は総獲得票数289万6171票、シナモロール。シナモンおめでとう。そして第2位はポムポムプリン。おめでとう。獲得票数は235万1265票。プリンくんおめでとう。おめでとう。すごい、獲得票数もすごいね、たくさんでしたね、うん、プリンくんおめでとう。さあ昨年25周年を迎えたポムポムプリン、たくさんのファンの皆さんにお祝いしてもらいました。では2位に輝いた感想を伺ってみましょう。プリン君どうですか？うわーい。今年もみんなのおかげでここまで来れたよ。いっぱいいっぱい応援してくれてありがとう。やったプリン君おめでとう。おめでとう。さあそして改めまして第1位シナモロール、おめでとう。おめでとう。今年20周年を迎えたシナモンですが、今回のサンリオキャラクター大賞ではウェブ、サンリオショップ、いちご新聞などぶっちぎりの1位ということです。すごい、さすがだねシナモン。さあそしてご覧ください、視聴者の皆さんから祝福のツイートがたくさん届いていますよ。あ、すごい皆さん、あ、ポチャッコにいつも笑顔をもらっていますとかね、たくさん書いてくださっています。ではシナモン1位を受賞していかがですか？メッセージをお願いします。シナモンおめでとう。おめでとう。さあイコールラムの皆さん、応援していたシナモンが1位になりました。めちゃくちゃ嬉しいです。もう感無量です。皆さんからの応援メッセージも見てうるうるしちゃいました。おめでとうシナモンくん。おめでとう。はい、ありがとうございます。では皆さん今一度大きな拍手をお送りください。おめでとう。